未知の生き物、未知のものに興味がある。もし未知の生き物たちがいれば知りたい。未知の生き物であれば、誰も知らないので知る術がない。でも自分にとっての未知の生き物は存在するはずです。驚いたり奇妙に思ったりすることになるでしょう。地球には、奇妙で驚くべき生き物たちが、あまたに存在します。とにかく、信じられないほど奇妙で驚くべき動物や生き物がたくさん存在します。動物園に行くだけでも、そのことに気づかされます。その中でも特に興味深い生物をいくつかご紹介します。深海生物は未知の世界で暮らしています。当然、深海は未知の生き物の宝庫です。太陽光が届かない深海は、極限環境であり、多くの奇妙な生物が生息しています。例えば、デメニギスは、透明な頭を持つ魚です。目は脳の前面にあり、情報からの光だけでなく、下方からの光も感知できます。ミツクリザメは、長い鋤と鋭い歯を持つ原始的なサメで、深海1200メートル以上の深さに生息している。クモヒトデは、長い腕を持つ生物で、腕の先端には毒針があり、獲物を捕らえる。ワニトカゲギスは、長い鋤と大きな目が特徴的な深海魚で、光のない深海で獲物を探すために進化しました。アンコウという名には、なぜか親しみがあります。体の表面に寄生虫のような餌をぶら下げる深海魚です。奇妙といえば奇妙です。他にも、奇妙な生物がいます。オオサンショウウオです。世界最大の両生類で、体長は2メートルを超えることもあります。ヘビクビガメは、首が非常に長いカメで、首を伸ばして獲物を捕らえます。ミツユビナマケモノは3本の指を持つ哺乳類で熱帯雨林に生息しほとんど動かないで過ごす。その名の通りに従っている。オウムガイは殻を持つ軟体動物で頭部に触腕があり獲物を捕らえる。ホヤは海に生息する動物で見た目は岩のようだが動物の仲間である。このように生物は、地球上での多様性の豊かさを示しています。まだまだ多くの未知の生物が地球上に存在していると考えられ、今後も新たな発見があるでしょう。それでも地球上で一番奇妙な生き物は、人間です。紹介した奇妙な生き物たちの全員が、賛同することでしょう。